これね。伸びるとき。どうも、猫ちゃん大阪です。吉田です。お願いします。ご無沙汰しております。にゃっ、はい、出ましたね。素人がやるポージング、はい、言ってますけども、はい、さあ、今回の動画ですね、4年前、4、5年前ですかね、腹筋そうめんっていうのをやったんですよ。覚えてますか、なんか。しょっちゅうやってるから。やってる。しょっちゅうやってるっけ。うん、まあ、なんかお笑いのね、オーディションとか出すときにね、腹筋そうめんやってるじゃないですか、はい、でも多分やり慣れてるんで、うん、余裕じゃないかということで、まあ、やり慣れてるっていうのもあるし、うん、まあ、確実に強くなってるからね。強くなってる、うん、なるほど、うん、じゃあもう3、4年前に動画撮った時よりかは、うん、そうめんは完食できるか。うん、完食できるし、多分食らいながらまだ買いに行けるし。あやま、うん、でも多分そのコンビニの店員さんが警察呼ぶと思う。まあ、でも俺は気づかんからね。あ、気づかん、どつかれてることに気づかんの。そうそうそう。ああそう、カーでも止まったんかなって。あ、いや言うね。じゃあ今日はもうそれをこうやるかもしれない。マジっすか。うん、久々に4年前と比べて腹筋が強くなってるのかどうか、うん、ちょっとやってみましょうよ。やる。はい、あ、増量期やしね今。なんで、はい、増量期やから、うん、まあ、ある程度力もあるんじゃないですか。どうですか。うん、どっち。増量関係ない、うん、関係ない、ね、関係ない。おお、うん、なるほどね。増量期だろうと減量期だろうと常にもう人前に見せれる体に仕上げてるから。ほう、素晴らしい、うん、じゃちょっと今脱いでもらっていいですか。はい、やぶ。まあまあ、そりゃそうですよね、うん、でもごつくなりましたよね。そう。多分あのここに数年前の体とポン出してますけど、うん、はい、出生時の写真使ってな。出生時の写真あんの逆に。出生時無理やろ。多分白黒やろな。そんな古い。靴の人は、ね、それちょっとね、腹筋をやっていきましょうよ。本来のそうめんありますから、うん、はい、ないよ、そうめんなんか。そうめんそこにありますよ。あ、面倉高尾した。おぉ、気楽やけどな。じゃあこのメンツが揃ったから。ああ、ごめん。あ、薄い。さあ、ということで今回もですね、私グローブ持ってきました。そして匂い嗅いでください。いや、もうそのそのパンチ食らって吐くとかじゃなくて匂いで吐くわ、こんな。これね、うん、いや、今食うなよ、今食うなよ。顔見えへんよ。じゃあ完食、はい、しますか。もちろん。僕は全力でいくんですか。どんぐらいでいった方がいい。ちょ見せてみせて。じゃあ出よう。なんで背中やん。でもこんなぐらいじゃん。肘持っていかれるわ。一発目からバーンはやめて。ああ、もちろんもちろん、うん、あれ、いや、弱気やろ。違う違う違う、その、うん、あかんから、そういうの、うん、車だって、うん、急にアクセル踏んだらあかんや、うん、なんか、キキキキキになるから。そう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 、関係ないけど。そういうことよ。徐々に徐々に。ああ、分かった。いただきます。はい。
ボン。いやどうでしたか、吉田さん。パンチした？パンチした。聞いてない。全然聞いてなかった。全然聞いてない。ちょっと残したけど、それは、あの、おつゆ、めんつゆが入ってなかったから、もう味が無理やってん。なるほどな、味がちょっと、そうあ、そうですか。パンチしてたんや。してたな。あ、でも、あ、そうか、あれが、そうか、そういうことか。よかったっすか、相変わらず。うん。なんか、その時々、そのグローブの中の匂いが、こう、飛んでくるからさ。ちょ、でもめっちゃ、お腹赤なってんじゃん。見えへん。ここ、バーバーって、バーって、ジュクジュクって。ということで、4年前よりかは、強くは現状維持はぁ、またやります。絶対やるか。